はい、こんばんは。 KTC 放送局の健太店長です。朝見てくださっている方はおはようございます。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ちょっとですね、いつもよりか照明を落とし気味に、声のトーンもちょっと落とし気味にして、お送りしております。はい、タイトル見て気がついた方いらっしゃると思いますけれども、今回は久しぶりに怖い話シリーズの動画になっております。なのでちょっとね、雰囲気ちょっとでも出すために、若干トーンを落とし気味にお送りしたいと思います。はい、でちょっと先日ですね、僕自身が、ちょっと不思議な体験をしたので、それをちょっと今日はね、皆様にお話ししたいと思います。怪奇現象の類になるんですかね。はい、ちょっと聞いてください。先日といっても昨日なんですけども、前日ですね。といってもこの動画出してる頃にはもう先日になってるな。取りだめするんでね、動画は。だから先日ですね、僕実家に帰ったんですよ。はい、ほんで実家に、僕自分の部屋にトレーニング器具があるので、今日はちょっと実家でトレーニングしようと思って、自分の彼女と一緒にですね、実家に、帰ったんですよね、久しぶりに。僕の部屋がね、一番上にあるんですけど、階数的にね。で、階段登って、僕の母親がですね、観葉植物が好きなので、階段のなんかその何て言うんですかね、踊り場っていうのかな、踊り場っていうほど広くないから、階段の途中の窓があるんですよね。でその窓という窓の前に観葉植物を置いてるんですよ、うちの母親が。ほんで階段登ってる時に、いつもの観葉植物が置いてあって、別になんとなしにね、特に別にいつも通りなんで、その時はあんまり気にしてなかったんですけども、で部屋でトレーニングをして、でもね、その時彼女もいたんで短かったんですよ、トレーニング自体1時間半ぐらいかな。はい、トレーニングをして、じゃあ帰ろうかっていう風になって、僕の部屋から出て、階段をね降りようと思ったら、なんか階段の途中になんか落ちてるんですよ。なんか落ちてるぞと思って見たら、観葉植物のうちの1個が丸々なんかもう根っこからごと落っこちてるんですよ。根っこごと落ちてるんですよ、階段にね。もしかしたらこの動画のサムネイル画像にしてるかもしれんな、わからんけども、ちょっとね、なんか「何これ」みたいな状態の光景だったんですよ。でその階段のね、途中にある窓枠のとこ見たら、花瓶というか、なんかね、コップみたいなのにね、入れてたんですよ。でも、それ自身はまるっきり微動だに動いてないんですよ。で、水とかがそこに散乱してる様子もなくて、で、その日、風がすごい強かったとかね、そういうわけでもなくて、で、網戸もちょろっとしか開いてなかったんですよ。はい、だけどなぜかその観葉植物が根っこから階段に落っこちてるんですよね。あれ、なんでこれ落ちてんだ、気持ち悪いみたいな。でも風が吹いて多分落ちたんだな。でも結構深めの花瓶なので、こう落ちない限り、こうだと、例えばこういうさ、コップがあったとして、観葉植物がこう入ってたら、こういかない限り、なんか根っこからはいかなさそうな雰囲気なんですよ。だけど根っこごとそこに横たわってて、なんじゃこりゃと思って、誰かこれいたずらしたんかなと思っても、そんななんか床が汚れるようなね、いたずらする人なんかおらんし、不思議だなーなんて思ったんですよ。で あんまり詳しいことはちょっと言いたくないんですけども、その、なんていうかな、その観葉植物が床に落っこってた数日ぐらい前に、親戚が亡くなってるんですよ、僕の。で、しばらく会ってなかったんですけども、子供の時結構ね、
よくしてもらったっていうか遊んでもらったりとか、まあおもちゃ買ってもらったりとか、だからそこまで遠くもない親戚なんですよね。で面識も結構あって、っていう親戚だったんですけど、その、まあ、親戚がちょっと亡くなっておりまして、で最後に会ったのはいつだったっけな、俺の多分じいちゃんが死んだ時だった気がするから、まあ本当20年ぐらい前のかな最後に会ったの。うん、なんか誰かのねお通夜とかそういうのでもしかしたら会ってるかもしれないけど、まあ、とにかくねしばらく会ってなかったんですよ。でその親戚の方が亡くなってて、うん、その時は全然そこに結びつけなかったんですよ僕、うん、ただ観葉植物がなんかよくわかんないけどどういう状態かわかんないけど落ちてんなぐらいだったんですね。はい。でまあ僕は自分の今ここ住んでる彼女と一緒に住んでるアパートに帰りまして、で、まあ、母ちゃん結構植物大事にしてるんで、その落っこってる写真を撮ったんですよ俺。なんかこんな状況に落っこちてたよみたいな、場所変えた方がいいんじゃないのぐらいのつもりで僕母ちゃんにその落っこった観葉植物の写真を送ったんですよね LINE で。そしたらば、あとちょっと待ってね、なんかね、まあ、母ちゃんから LINE が夜帰ってきて、これだ、植木が落ちてきた、うん落ちたことないのになみたいなね、うん、まあでも確かにこんな落ち方俺も見たことねえなと思って、はあ、だって花瓶ごと落ちてなったら分かるけどね、突風が吹いてなんかこの根っこから草だけ落ちてるって不思議だななんて思ってたから確かにと思ったのね。で LINE の続きにね、昨夜は夜中水が滴る音がして眠れなかったよと、うん、どこから聞こえるのかわからないし洗面所の水もちゃんと止まってるのに一晩中水の滴る音がしてましたっていう LINE が来たんですよ。へえ気持ち悪いと思って、うーんと思ってたんですよ。でまあ俺もね LINE を、まあ、風強いわけじゃなかったんだけど帰ろうと思って階段降りてたらなんか落ちてたよってそれだけ返したんですよ。特に水の滴る音には僕反応せずに、うん、まあ母ちゃんとの LINE なんかそんなもんですよね。そしたら母ちゃんが、まあ、なんだろうね不思議だねと、うん、昨夜の夜中の水の滴る音は気持ち悪かったなって来たんですよね、はあ、でなんとなくふと俺がそのまあ亡くなった親戚の名前出してもしかしてその人のかななんてね冗談めいて LINE したんですよ。そうでそれはまあ既読スルーで母ちゃんから帰ってこなくて、はい、あ、でですねこの LINE をしたのが23時20分ですね。その親戚の名前出して何々かなみたいな、あ、亡くなっていて、まあ、こっち会いに来たのかなぐらいの感じで俺送ったんですよね。で既読スルーされたのが23時20分で、まあ普通に僕アパートの寝室でその後何ともなく、まあ、彼女と寝取ったんですよ。ほんでまあ、一応寝る前に彼女にねなんか植木の話、まあ、彼女も植木見てるしでその水の滴る音がなんかしたらしいよなんて話しながらその亡くなった親戚がもしかしてお別れの挨拶に来たのかななんて、うん、寝室で言いながらで彼女はなんか怖いこと言わないでよなんて、うん、もう夜中なんだから言わないでよなんつってね、なんて俺も言いながらね。でだんだん今度俺が怖くなってきちゃってなんだか分かんないけど、うん、まあね、まあ、親戚の仲良くしたおっちゃんなんでね、まあ、怖いっつってもね、なんかよくテレビとかだとね、そのかなんつうの本当にあった怖い話のよく最後にさ、そういう家族系の怖い話やって不思議と怖い感じはしませんでしたなんてね、よくそういう感じのちょっと感動系の怖い話やりますけど、まあやっぱ家族系っつってもやっぱ不気味なのは不気味だね実際は。そうで、まあ、昨日寝とったんですよ。それでまあ俺もちょっとね、なんか寝つき悪かったけど、まあなんだかんだで多分1時間ぐらいの、夜中1時ぐらいには寝たのかな、うん、でもなんかねちょっとこっち、まあ寝室こっちなんですけど僕のこのねこの扉の向こうなんですけど、なんかこのリビングにね、まあ、怖い怖いと思ってたからかもわからんけどなんか気配は感じたんですよ。なんかねなんかなんか気配みたいな感じで、まあこれは気のせいかもしれんけど、まあで1時ぐらいに寝てたんですよね。ほいだらは4時半か、朝の4時半に僕目が覚めまして、だからもうあんまり寝てない3時間ぐらい、うん、してすぐ目が覚めちゃったんですよ。
なんかお腹が減って起きちゃって、前日にちょっとね消化酵素入ってるサプリを飲んで寝たので、いつもはお腹減って起きるなんてことないんですけども、でもそのサプリのせいなのか、ちょっとなんか4時半に目が覚めちゃって、あーでも二度寝しようかな、目やこのまま目開けちゃうと起きちゃいそうだから、目つぶったままこのままもう一回寝ようと思ったんだけども、ちょっと寝られなくて、なんかリビングの方からなのか押し入れの方なのかちょっとわからないんですけども、僕がその二度寝しようかなと思って目つぶってたら、ピチョンピチョンと音がするんですよ。なんか水がポタポタ音落ちる音みたいな、蛇口からなんか水桶の中に水がポチャポチャっと落ちるような音ですね、はあ、そういう音がするんですよ。あ、水がなんかどっかからと思ったんだけど、ふとその母ちゃんの LINE を思い出しまして、昨夜の夜中の水の滴る音は気持ち悪かったね、一晩中水の滴る音がしてたよっていう、それをね頭の中でふと思い出しまして、急に僕目が覚めちゃったんですよ。もうあれ、もしかしてこれ昨日母ちゃんが言ってたあの滴る音みたいな。確かにね、僕の家、まあ今住んでるところこのアパート1階なので、上の人が水使うとなんか水の音はするんですよ。だけどいつも結構その上の人が水使うとなんかジャバーって結構ガタガタ流れる音なんですよ。ピチョンピチョンって音って今までしたことなくて、あれこれちょっとなんか珍しい音すんなと。で母ちゃんが LINE で言ってたあの一晩中鳴ってた音もう重なるなと思って、だんだん俺も怖くなってきちゃって、夜中のまあ4時半だったんで、まだそんなに明るくもなってない時だったから、で嫌だなと思いながらね、僕その布団から出るの怖かったんで、まあ布団かぶって目つぶってたんですよ、はあ、だけどずっとそのピチョンピチョンっていう水の音が鳴り止まないんですよね、うん、やだなー。でなんかこのリビングの方からなんか人の気配みたいのがするんですよね、うん、まあ、怖い怖いと思うとね、そういう風にだんだん自分もねそういう気分になってきちゃってっていうことなのかもしれないんだけども、なんか人の気配がするんですよ、こっちのリビングから、うん、なんかリビングの方から見られてるような、あ、嫌だなと思って布団から出たくなくて、でピチョンピチョンって、でもなんか押し入れの方からする感じもするのよね、そのピチョンピチョンが。なんだろうこれ、嫌だなと思って、まあそのまま結局ずっとピチョピチョ言ってたんですよ。そしたらば、ある時に階段をね登ってるのか降りてるのか分かんないんだけど、ドン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 っていう音がしたんですね。まあ僕ん家1階なんで、2階3階の人がね階段登ったり降りたりするとそういう音がするんですよ。でドン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 って、あ、こんな朝早くから起きてるやついたんだと思って、ちょっとね、あ、人が起きてると思うとやっぱ安心するじゃないですか、うん、あー安心したと、多分夜中に多分誰かゴミ出しに行ったんだなと思って、あ、ちょっと怖くなくなったと思ったら水の音が止まったんですよ。そのドン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 っていう階段の音がしたと同時ぐらいでもう水の音が止まったんですよ、ピチョンピチョンが。お、あ、なんか人がいて安心したからか分からんけど水の音も止まって、あ、すげえハッピーと思って、でパッと時間見たら4時44分だったんですね。おー、なんかこれ時間めっちゃゾロ目だと思って、まだそういう時間がゾロ目とかで揃ってくるとなんかちょっと神秘的なっていうか、そういうスピリチュアルな気分になるもんですよね、人間でね。4時44分、まあこれ学校の階段じゃないけどしししみたいな、はあ、まあそんな別に大した意味はないんだろうけども、4時44分だったんですよ、はあ、おお、なんか4時44分に水の音止まったなみたいな、はあ、あ、よかったと思って、で僕もほっとしたんで、起きたんですよ、うん、もしかしたらピチョンピチョンで外が雨降ってるのかもしれんと思って、ちょっと起きてリビングの方行って窓開けたら、いや全然雨なんか降ってなくて、もう梅雨明けたんでね、カラッとしてて、あ、じゃあやっぱあのピチョンピチョンってどこなんだろうなと思ったんだけど、まあ、流し見てもピチョンピチョン音がするようなあの要素なくて、うん、であっち見たけどやっぱ違くて、風呂の方見たけどね、やっぱなんかのピチョンピチョン変だななんて思って、でふと気がついたんですけど、4時44分にそのドン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 って階段降りたか登ったか分からんけど、まあ多分降りてったんですよ。上でドアの音もしなかったし、僕に鉄柵っていうか外のゲートがあるんですけど、そこ開けたり閉めたりするとガチャーンって音がするんですよ。だからその誰か帰ってきて上登ってったんだったらば、
その鉄のゲートの音もガチャンと音するはずだし、上上がった後にどっかドアの音がバタンとするはずだったんですけど、ドアの音しなかったんで、あ、多分誰か降りてってゴミを捨てたんだなって思ったんですよね、うん、だけどふと気がついたんですけど、そのどん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 と降りてった人帰ってこないんですよ。降りてったっきり何の音沙汰ないんですよね。あれと思って、ゴミ捨てたら普通登って帰っていくじゃないですか。だけどその気配もないし、で僕ん家かなり辺境の地も奥まってるところなんで、まあ、電車もね、近くになければバス停もないんですよ、今。うん、で、例えば近く の, そのバス停とか駅前行っても、4時44分に出てったとしても、始発がないんですよ、うちの方。どっか行ったわけじゃないよなと思って、じゃあ何なんだろうと思ってね。で、帰ってきた様子もないんですよ。はあ、あ、おかしいな、あいつ行ったっきり帰ってこんなと思って、で、と思ったら、もしかしたらだけど、やっぱその亡くなった親戚のおっちゃんが、まあ階段登ってったのか降りてったのかわからんけども、まあそのピチョンピチョンって言ってる時は僕の部屋、まあ、リビングにおってね、お別れの挨拶じゃないけど久しく会ってなかったから、昔はすごい仲良くしてよくしてもらった人だったし、そう、まあピチョンピチョンって言ってる時はね、お別れの挨拶にここにおって、まあその階段登って帰ってったんかなみたいな、ちょっとそういう風にね思ったんですよね。でね、まあこの水のピチョンピチョンピチョンっていう音って、俺ふと思い出したんですけど、昔さ、熱海のちょっと怪奇現象がかなり起きた旅館に泊まった時の話をしたと思うんですけど、見た人いるかな、怖い話、本当にあった怖い話っつって、僕がその熱海に泊まった時にちょっと怪奇現象にね、かなり見舞われた旅館があったんですよね。でその時の話を動画にもしてるんですけども、その時の旅館で聞いたピチョンピチョンっていう音とまるっきり同じなんですよ、今考えてみれば。そう、その熱海の旅館でも、もう夜中からね、もう本当に朝方ぐらいまでずっとピチョンピチョンってその水の音がしとって、最初は外でピチョンピチョン言ってたんだけど、だんだんそのピチョンピチョンがね、室内になってきてなんていうね話をしたんですよ。でその時のあの水の滴る音という、今を思い返してみれば同じやなと思って、なんかやっぱその霊的なことが起きるときって、そういう水の音がしたりとかってあるんですかね。これは僕全然詳しくないんでわからないんですけども、そう、なんかちょっとあの熱海の感覚と似てたなと思って、でね、まあ今の仮説っていうか、ちょっとその、まあ、親戚のね、亡くなったおっちゃんがね、まあ、別れの挨拶に来たのかななんていう、ちょっとまあ霊的な怪奇現象の話の類の中では、ちょっと、まあ、ほっこりするようなね、今話でまとめたんですけども、これ妹にちょっと LINE したんですよ、さっき。「お前んとこ変わったことないか?」みたいな。そしたら「なんで?」って言うから、まあいきさつを話して、「いや、うちは別にないよ」みたいなね、「お前怖いこと言うなよ」みたいな感じでさっき LINE が来てたんですけど、いやいや、でも多分亡くなったね、おじさんが別れの挨拶で来たんじゃねえのっつって言ったら、いや、そうじゃなくて、それお前についてる霊なんじゃねえ、お前どっかから連れてきちゃったんじゃねえみたいな風に言われて、そういえば俺先週のね、先週ちょっと前に箱根に行ったんですよね。箱根に、まあ日帰りで行ったんですけど、まあ結構山の方も行って、あれ、もしかして俺箱根から連れてきちゃったからみたいなね。なんかほっこりする話で自分の中では完結しとったけど、妹にそうやって言われて、お前連れてきちゃったんじゃねみたいな、そういや俺箱根行ったなと思って、で、まあ母ちゃんの方でもその水の滴る音がして眠れなかったよなんて言ってたから、いやでも 俺だけの問題じゃねえしなと思ったけど、もしかしたらね、俺お土産を渡しに母ちゃんのとこに行ってますし、その時にね、一旦その俺についてきたのが俺ん家でね、あの実家でよいしょって降りてって、しばらく俺の実家にいて怪奇現象を起こしてったんだけど、まあ俺が昨日ね、彼女とそのタクトレしに行って、もう一回俺におぶさってね、僕のアパートに連れてきちゃったのかなみたいな、ちょっと嫌なケースも考えちゃいました。余計なこと妹が言うもんだからね、
箱根から、ね、俺に一緒に乗ってきて、ね、東海道で連れてきて、俺がお土産渡してきた時にね、実家に置いてきて、昨日ね、また俺が迎えに行っちゃったみたいな。はい。で、昨日一晩僕の部屋にいたみたいなね。なんかそんな嫌な風な妄想もしちゃいました。ね。皆さんはどっちだと思いますかっていう、ちょっとそういう動画でございます。はい。ね、そういうお話です。はい。まあ別にそんなにね、何か露骨になんか見たわけでもないし、本当に音とかね、このちょっと、まあ、植木がちょっと気持ち悪かったけど、観葉植物は。うん、まあ、それぐらいなんですけどね。あとは別に大して何かあるってことはないんですけども。うん、まあちょっと今後のね、様子ちょっと見ます。まだ、もしかして昨日登ってったから、まだ2階にいるかもしれんしね。はぁ、あ。わからんから。はぁ、あ。ね。まあ、母ちゃんからいい方法教えてもらったんですけど、ふって吹くと、霊が吹っ飛んでくらしいですよ。はあ、風に弱いらしいですよ。そんなバカなっていうね、もしここがちょっと重たいなと思って、ここになんかついてるなと思ったら、フッてやるとうわーっつって飛んでっちゃうらしいんですよ。だからもしやばそうだったらフッて吹いたらいいよって言われたんですけど、もうそんな都合のいい話あるねえ、そんな都合のいい話ないよね。もう風で、そしたら外に霊折れないからね。だってずっと風吹いてるから常にどっかうわーうわーっつっているわけでしょ。そんな話ないでしょ。ああいいね、ああいう気楽な人はと思いました。はい、まあそんな感じの、まあごめんなさい、21分ももう話しちゃいましたね。はい、まあそういうちょっとね、なんか不思議な現象がちょろっと起きましたよっていうお話でございました。まあなんかコメントあればお待ちしております。はい、パンチの弱い話で申し訳ないですけど、今回はこういうお話でした。はい、というわけで KTC 放送局の健太店長でした。もう怖いんで電気つけていいですかだんだん怖くなってきたんでつけまーすね。話してると怖くなるね。はい、というわけで KTC 放送局の健太でした。さようなら。